はい、こちらは性の巡るになります。ご覧のように伸長性がよくですね、目なし性も強い品種になります。伸長性がいいので、薄めのワイ花材を定期的に散布していただくといいかと思います。切り前の時の性の巡るなんですけれども、まあ、このようにボリュームもしっかりあって十分にボリュームを取りやすい品種かなというふうに思います。8月に出荷の時期に、肥料が多くなりますとちょっと額焼けをしやすかったりしますのでお気をつけください。ネットを上げるのが遅れますと、茎の曲がりにつながる品種ですので少々お気をつけください。